エディハウスはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。カリフォルニア州バークレー出身。ポジションはポイントガード、シューティングガード、185センチメートル、80キログラム。アリゾナ州立大学でプレーした後、2000年の NBA ドラフトで2巡目37位指名でマイアミヒートに入団。NBA ではベンチから出場するスコアラーとして活躍。 ボールを持ったら即シュートという超攻撃的スタイルで短い出場時間の中でも大量得点することができ NBA デビューから4試合目では早くも23得点を記録した11年のキャリアで9チームを渡り歩いたジャーニーマンでありヒートでは3シーズンプレイした後2003年にはロサンゼルスクリッパーズに移籍2004から05シーズン中にはシャーロット・ボブ・キャッツ ミルウォーキーバックス、サクラメントキングスを渡り歩く、クリッパーズ時代には、キャリアハイの31得点を挙げている。また、キングス時代にチームメイトだったマイク・ビビーは、ハウスの妻の実刑である。ちなみにビビーとは、2010から11シーズンに、マイアミヒートで共にプレーしている。2005から06シーズンには、フェニックス・サンズに移籍し、チームのカンファレンスファイナル進出に貢献した。 翌2006から2007シーズンはニュージャージーネッツでプレーした。2007年のオフにはボストンセルティックスへ移籍。守備重視のチームの中で攻撃型のガードであるハウスはシックスマンとして出場。チームは NBA ファイナルへ進出。ハウスは要所での3ポイントシュートを何本も沈め優勝に貢献した。2010年2月18日トレードにより ニューヨークニックスへ移籍して短い期間プレーした後、シーズン終了後に再び、マイアミヒートに所属することとなり、レブロン・ジェームズ、同ン、ウェイド、クリス・ボッシュのビッグスリーの下でプレーし、2010から11シーズンは再び NBA ファイナルに出場したが、ダラス・マーベリックスに2勝4敗で敗れた。翌2011から12シーズン開幕前に、ヒートから解雇され、その後は、 ハウスと契約するチームも現れず、引退となった。運動能力が高く、アウトサイドから得点を量産できるが、そのスタイルはどちらかというと、シューティングガードに近く、NBA では低身長なため、出場時間はあまり確保できない。そのためトレードの駒として、多くのチームを渡り歩いている。主に、シックスマンとして、短時間で得点することが求められる選手である。 以前はボールを持ったら状況を考えずにすぐにシュートを放つ乱射癖があり起用方法に困る選手であったがボストンセルティック追跡後は改善され PG としてチームをコントロールする場面も数多く見られたまた図太とい性格の持ち主でチームのムードメーカー的存在でもあり試合前の選手紹介でのパフォーマンスや出場していない時でもベンチから声を出し続けチームを 盛り上げている。ありがとうございます。